この学ぶは、東京都多摩市出身の実業家、経営者、武道家、合気道家、不動産、不動産投資、相続対策コンサルタント、経営、マーケティングコンサルタント、千葉県松戸市に本社を置く有限会社、アンシャンテ代表取締役、一等間、株式会社代表取締役として、不動産投資、相続対策、 不動産経営の戦略コンサルティングを行っている。一等間合議道場道場主、館長、早稲田大学小学部卒業、グロービス経営大学院大学修了、経営学習士、丸紅株式会社に入社、不動産開発事業、営業部門にて、マーケティング新組織設立や事業会社の海外、新市場開発、人事部にて、 人材育成新組織の立ち上げなどに従事。ジャスダック上場直後の JPMC 日本管理センターに転じ新規事業開発担当執行役員として、新規事業立案、実行。新事業部を経て、新事業会社を設立し、代表取締役に就任、トップマネジメントを担い取扱案件数日本一となる。現在、収益不動産や、 プライベートエクイティ投資会社、経営、マーケティング、不動産、相続コンサルティング会社のオーナー兼代表。不動産コンサルティングマスター、不動産証券化協会認定マスター、相続対策専門士、宅地建物取引主任士、賃貸不動産経営管理士、貸金業務取扱主任者等保有資格多数。東京都立三鷹高等学校にて、からだどう 早稲田大学にて、あいきを学ぶ。しし田文明に指示。就職して、関西勤務となり、秋道館にて、せ山哲郎に指示。東京転勤後、古武術の河野義則に指示し、NHK や書籍等に出演。2016年4月、一等館合議道場を創立し、道場主、館長、現在に至る。グロービス経営大学院大学は、総大で終了。 修了生代表で当時。現在、グロービスミドルマネジメントプログラムにて、マーケティング講師を務めるなど、講師としても活動。フォトリーディングによる、速読術を身につけており、年間365冊以上の読書を13年間以上、継続中。ありがとうございます。